ームがね増えていくのはとてもね嬉しいことですね。さあこのね新チームどんな試合を見せてくれるのか楽しみです。今までね皆さん違うチームに所属をしていたのでどんなねチーム戦が見られるんでしょうか。またね今日きっと今まで所属していたチームと戦うこともあるんじゃないでしょうか。さあそれでは第1試合開始していきましょう。デボレクラウン対赤月波動ファイト。さあ試合が開始されました。今ねお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、試合が始まる前に全ての選手のステータスが見られるように変わりました。こちらね今シーズンからの新しい要素となっております。ですのでね選手もこうフィールドに入っている選手も試合が始まる前に相手の作戦をなんとなくこう、ね、察することができる仕様となりました。さあ今試合から実はステータス、先ほどちょっと言ったんですがステータスが少し変わりました。ステータスのねこの微調整が入りまして、きっとこう今までのね試合とは違うステータス展開がね見られるんじゃないかなと思っているんですが、デボレクラウンこちらシールドがね1人、対する暁もシールドが1人という形ですね。さあ残り15秒切ったところで点数の方は2対1、かなりロースコア、ここで源選手が取ってきて2対2となりました。さあ最後取るのはどっちだ。このままドローに行くんでしょうか。ここでドロー、ドローに行きますとオーバータイムマッチ、10秒後にもう一度試合が再開されます。1点取った方が勝ちとなります。それでは試合再開スタート。さあオーバータイムマッチ、先に取ったのは SKSK 選手、勝ったのはデボレクラウン、おめでとうございます。